こいつが入るとね。どうも、リュウジのお兄さん、リュウジです。今回ですね、私も割と限界ラバーになってきたところなんですけど。今回ですね、ジロハンっていうのがありましてですね、鶏肉で作るご飯物なんですけども、これジロハンめっちゃうまいんですよ。これがね、何がいいってレンジでできる。で、しかもレンジの方がうまいんですよ。なんでこれの作り方、これからやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきます。ジロハンね、G で、まあ、鶏のことなんで G、 鶏もも肉2分の1なんで 150g ぐらい、まあ、たっぷり用意しました。はい、長ネギ、長ネギ必須です。から 60g ぐらい、2分の1本用意しました。で、ご飯 200g、 これはもう冷凍したご飯でも砂糖のご飯でも構いません。たくあん適量用意してください。あとは概要欄に書いてありますんで、そちらチェックしてみてください。これを作るのは何が重要かっていうと、やっぱりね、酒です。燃料を入れないとね、車動かないんだよ。いくぞということで、飲酒とは死ぬことと見つけたり。乾杯。くっ、うめ。ほうほうほう、イヤッホー、ほうほうほう、イヤッホー。Here we go。 まずね、長ネギなんですけど、ここのヘタのところを切ってですね、半分ぐらいまで切れ目入れますね。で、焼く側だからね、交差するように、表側と交差するように入れていきます。はい、そしてこれを切っていくと、みじん切りになってるって寸法ですね。これね、これね、細かすぎないでいいんで、完璧でござる。下処理ってこれなんですよ。で、あと耐熱容器で、鶏肉なんですけど、ここにあるじゃないですか。これね、塩コショウ一回します。パラ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 っと両面にね、はい、パラパラっと皮目下でいいですね。こんな感じ。これ、これ入れるじゃないですか。で、ここに調味料入れていきます。レンジがね、一番いいです。あの、むしろ蒸すよりレンジの方がうまい。大さじ1と半で、あとは鶏の旨味って全部下に溜まるんで、これがソースになります。で、ここに少しの、ね、中華スープ小さじね、3分の1、これぐらいね、これぐらい入れます。で、これで旨味をつけます。で、これちょっとちぎりながら、こう周りにもうポンポン入れていくと。そしたらですね、これでラップか蓋してください。これで600ワット3分半チンします。で、今回は600ワットで3分半、そうしていくと、あの、鶏肉もいい感じで蒸すね、お酒で蒸されますし、ネギもすごく柔らかくなってたんですよ。ということで、3分半経ちましたけども、鶏肉はですね、中が赤かったりするんです。で、これをもうちょっとこうレンジでかけてしまうと、どん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 硬くなってくるんですよ。なんでピーって言ったら、そのままこの中で余熱、中までじんわりじんわり火を通していくっていうのが、一番鶏肉を柔らかく食べていただけるやり方なんです。6分間3分半チンしたら5分、このまま放置でございます。はい、ということで5分待っていきます。あ、じゃあもう5分経ちましたから、もうちょっと取り出していきます。で、で、まずね、これ取り出してほしい。で、こいつなんですけども、フォークで裂いてもいいんですけども、まあまあ、うん、そうだな、まあ、今回はちょっと切ろうかな。ちょっと熱いからね、気をつけてね、これね、皮もちょっとよく切って、ご飯に馴染むような感じでね、細かめに。で、こんな感じになります。あの、もちろんフォークで裂いていただいても結構です。そしたら、これね、鶏肉ね、戻すんですよ、一回。で、ここに、あると思うんで、これも全部戻してください。で、ここに、醤油小さじ1、ごま油小さじ1杯。あと、追い胡椒ですね。ちょっと胡椒入れてください。この状態で混ぜてください。ね。味見をしてください。わー。そうしましたら、ここでご飯の登場でございます。ご飯、ね、200g なんですけども、入れます。ちょっとこう、まとめた方がいいかな。タレも兼用してますんで、これね、全部かけてください。そしたらですね、たくあんつけるんだって、もりもりで。で、すいません、青みが足りないので、ちょっとパラッとさせていただいていいですか。はい。はい。なかったらなくてもいいんですけども、糸唐辛子。こいつが入るとね、
こちらが唯一のですね、レンジでできるジロハでございます。では、エラレットでまいります。ああ、俺はこれを求めていたんだな、今。ガチでうまいね。鶏肉がホロホロなんよ。たくあんの食感もすごくいい。たまらんしです。それに合わせたいものは五香粉ですね。香辛料の香りがふわっとして、鶏に合うんですよね。大丈夫よ。しいただきます。もう最高じゃろ。すごいさっぱりしてて天才でしょ。繊細。何にでもニンニクぶち込めないやめたの、やめた。すごい優しく酒飲めるから好きだわ。うんしゃんめはもう良かったけど、ライオンだと思う。ほらこれがトグロジ 120% いけちまう。うまっ。いやすごっ。という感じです。いやこれはすごい。酔い覚ましの神、君を待った、一度待った。そこじゃなかった。そこじゃなかった。もっと先を歌うということで、レンジでジローはいかがでしょう。これね、ほんと楽しい。ぜひ皆さんもこのホロホロの鶏もも肉の食感、そして鶏の旨味感じていただきたい。ぜひやってください。